せーの、エリーの晩餐会、エリーの晩餐祭、愛だらけの短編集、4月1日2日、いろりん村プチホール、前売り料金2000円でやります。よろしくお願いします。ね、短編集なんでサクッと見れるんじゃないですか。何も残らない作品です。タイトルとか言いますか、はい、簡単の動画を、はい、尻をもてあそぶ男2人という作品に僕たちが出ます。この2人、はい、出ます。何だこれ。次、古川さんが出る、ラゾクマの古川愛ちゃんは一人芝居です、ね。はい、一人芝居で、古川愛は腎臓機械であるが、なんだか最近様子がおかしい。はい、大体言っちゃいましたよね。そういう内容です、ね。はい、そして3本目が、栗田雄貴のネバーエンディングガールズストーリーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本当に言えないんですけど、なぜかエリンさんだけがすごく自信を持っている。そうです。いや、もうでもね、きっとまた中身のない、でもいい話みたいな感じで。はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。